あ、意外に取れてなかった。え、嘘。あ、ごめん。昔はこうやって遊んでたもん。そうだよね、昔はね、そう。こうやって言ったらサッカーやったでしょ。やったね。やったやった。でも一応ここお寺？なんかお寺だね。お寺だよ。はい。え、ここ？ここ？違うかい？ここ？ここだ。あ、オッケー。あ、ここは違うよ。違うよね。多分お酒屋だよね。うん。神殿。ここ。あ、ここ。うん。なるほど。なるほど。はい。じゃあちょっとここね。神殿ワイン。神殿ワイン。ね。ここに。誰もいないね。あ、あ、うん、はい、あ、死になさいます。あ、そうです、はい、いや、お座りください。カイブランっていう品種の、はい、13なんです、うん、あ、じゃあこれ水田やりながら、今は水田やりながら、あと2つ乾杯酸味が効いてますね。そうだね。うん、ブドウマン。うん。試飲したらちょっと見学だね。うん。同じ品種のカイブランになります。はい。はい、おお。これじゃないな、ね、なると、そうなると、はい、はい、どうでした、うん、赤の、ん？あ、これね、うん、なんかそれが一番今のところいいかなっていう、ね、うん、まあ、赤でも赤かって言ってたと思うんで、そう、赤ってこれしかないんですか？今はこれだけですね。まあ、あ、見学とかできますか？見学はちょっと今日は、あ、やったんや、どうしようか、せっかく赤いんですか、うん、でもこれが一番良かったね、そうどうしよう、これ買ってこうか、筆違うとこで、あ、そうだね、うん、じゃあこれ1本ください、はい、14になって、はい、1500円になります、とりあえずちょっと、あ、いいですか、うん、まあ、まあちょっと、まあちょっと見学できませんでした。はい。こちらちょっと違うとこへ行きましょう。はい。ということで、ちょっとブレてるけど。ということで、もう一回。はい。暑い。ダメだよ。結婚式が、あ、結婚式場あるんだ。そっか。フライタデサロン、タデストランかここでしょ、だから、うん、なんかいくらか払って見放題だったじゃん、私が、なんだろう、そうだった、そうそうそう、結婚式とさ、あの人待って今日貸し切りだって、マジか、うん、食べた今日やべえ、持ってねえ、ダメじゃん、どうしよっか、じゃあ終わりだね、ワイン買って終わりだね、本当に、うん、ティースティングルーム、ワインショップでしょ、はい、なんか飲んでみる、飲むか、なんかあ、そうだね、あ、なんかここで食べるところが少ないんです、なので熟したみ食べてみるとギュッと濃い味が、決して美味しくないわけじゃないんですけど、とてもあ、
スコにも行かれたことがあります。あ、よかった、やっぱね、出てよかった。よかった。来てまた来てまた。で、見学も。そうそう、うん。よかった、なんかね、楽しかったわ。よかった。で、じゃあ、帰りましょう、ここ。こっちを。そうか。山梨県庁がここだから、まっすぐでいいね。いいと思うよ。うん、だいぶ近いね、ホテルから、うん、山梨県庁のそばだね。あとコンビニを抜いて、うん、5時半だね。今5時だよ。5時か、うん、あ、そう、場所によって違うんだな。私も5時に、あ、流れるよ。なるふるさとが、あ、どうすんの？ウイスキーは？ウイスキーは、あ、どうする？はい、2本飲むつもりで行こうか。うん、いや、ウイスキーは、はい、ビール買って、ビール買って、あの、ワイン2本で行こう、はい、多分いいと思うよ、これで。だね。ウイスキー、ちょっとあったら買う、うん、あったら結構あったらね、うん、でさっきのキャバクラだ、うん、ソープだって出てくるキャバクラ。キャバクラだ、ソープだって。4500円は安いよね。安すぎる。ちょっと怖いね。怖い。安すぎて怖い。なんか本当になんか田舎の商店街だよね。そうそう、本当なんかね、いいな。猫が歩ってるし。猫こっち来い。猫、猫。はい、先輩か。猫。猫。カメラに収めてんだよな。さまずかな。まだこの辺うろついてんだったら入る。ああ、もうダメだ。ダメだ。こっち来ちゃった。うぐ。ダメだ。うぐ。ああ、いた。ああ、取れるか取れるか。そうね。うん。うぐ。にゃんにゃん。おお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 お、ダメか、あ、行っちゃった行っちゃった。ああ、じゃあ仕切り直しで、はい、乾杯。はい、うーん、あー、いや、ね、あ、マジで、うん、まあね、下手すぎ、元気ですよ、でもそうよ、ね、こっちの方でさ、なんかちょうどショータイム出して、ね、うん、どうもよろしく。あ、でもスライムか、反りやすいのは、うん、大騒ぎというか、あ、多分これ犠牲を満たせだろうなと思って、あれはね、でもうなされて、うん。